来た来た。これね。いいね。雨でできるかは分かんなかったですけどね。ね。こうちゃん髪切った。切れましたね。この時から。オッケー。二人ずるいよね、着物ってね。いやいや、着ればいいじゃないですか、そんな。いや、洋楽器がね、着物着るとなんか着せられてる感じがすごいね。いや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 、でもね、これあれなんですよね、ツイッターで僕言ったんですけど、エガチャンネルさんの最初のオープニングのカラーをね、うんうん、意識して。そうだよね、僕があの赤紋付きで、白紋付きで黒っていう ね、うん、そうね。まあ、やっぱ気づいてるファンの方も結構いらっしゃいました。いらっしゃいましたね、はい、これね、このこすごいですよね。最高だね。いや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 、思い出しますね。もう懐かしいぐらいな感じだな、うん、ね。8月16日ですよ。そうです、ね。いやー、この夏ほらあんまりどこもね行きにくかったですけど、ね、最高の思い出。本当翔さんの力のおかげでね、はい、僕たちも。翔さんのお力全くないですから。いや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 。おっしゃいますか。じゃあちょっとということでですね、皆さんどうも。三味線プレイヤーの佐野翔です。今日はもう見ていただければもう何も言わなくていいんじゃないかっていう。お待ちかねの方も多いんじゃないでしょうか。今日はやめてよ。ご紹介しましょう。イザナギのお二人です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ビタ関口さん。関口さん、シャカチ佐藤こうちゃん、よろしくお願いします。いや嬉しいです。わざわざありがとうございます。あれぶりですね、エガチャンネルさんの、ね、そうですね、花火大会以来で。そうですよね。いやもうでもあれも結構経ちましたね、時間が。ねえ、ね、思えば、ね、言われるとそう思うけど、なんかあっという間の感じがしますね。そうですね。もう1ヶ月くらい、1ヶ月ちょっと経ちました ね。どうでした、どうでした、どうでした。最高でしかないですよ、俺的には。だってもうガチ、もう僕が今まで付き合った中でずっと1日テンション高かった。この関口さん、この関口さん、先生ちんちゃくのあの関口さんがもうずっと震えてたんですか。震えてた。いやもう嬉しすぎて震えてるんですよ。いやでもそれくらいだって映画チャンネルさんを愛してらっしゃる。いやーねー、事の発端は本当関口さんからやってみないかって一言言われて。そうだよね。もう即答でいや面白そうですねって言ってくれたんですよ。やりましょう。まあ翔くんもねもちろんそうだったんだけど。いやでも最初にお二人があのオープニング、そうですね、見せたの僕見てて、あれあれよとね、そのファンの方々がエガチャンネルのリツイートでバーって拡散していっていただいて、何万再生といって、そうですね、まあ、YouTube で今6万ぐらいかな。そうですよね。でエンディングがメロディが三味線だったんですよね、打ち込みがね、うん、それでお声掛けいただいて、そしたらもう戦友しかいねえだろうということで、翔くんしかいねえだろうっつって、ありがとうございます。心よく引き受けてくれたんですね。いやもうすぐに、いやあのオープニングはあまりにもかっこよかったので。いや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 、でも関口さんはなんでこの映画チャンネルさんのそのオープニング、うん、エンディングやろうっていう、うん、ファンなんで、ファンっていうか頭おかしいんで俺。否定はしないで。否定はしない。まあそのね、大変な状況になったわけですよ、3月4月と。そうですよね、緊急事態宣言が出て、世界うん、まあ俺は暇でしたよ。いやいや、右に同じくです。いや僕も暇でしたね。そりゃ家にいるとなんかね、YouTube とか見るわけじゃないですか。映画頭さんのね、映画チャンネルを見るわけですよ、はい、って言ってもね、なんだろう、時間がありすぎて同じのを何回も見るんですよやっぱり。あー、なるほど。でそうするとやっぱオープニングとかエンディングって耳に残ってきて、あーこれもしかしたらね、この最初の方はあんま気になってなかったんですか。最初の方はでも和楽器入ってるなぐらいの気持ちだった。あー、なるほど。でやっぱ聞いていくうちに耳に残り、うん、もう最強の2人がいるわけなんですよ、皆さんここに。あー、最も怖いって書く方のね、最強ね。すぐ怒る。いやいや、出たその格好。やめてくれる。 YouTube 影響力すごいですからね。そうそう、ごめん、全世界行ってる。めちゃめちゃ優しい、めちゃ優しいから。はいはい、それやるしかないでしょ。うわー、ね、ありがたいですね。ありがたいですね。こちらこそですよ。エガチャンネルさん、でも僕関口さんからそうやって誘っていただいてから、それまでも見てはいたんですよ、江頭さんが100万人、200万人っていうニュースになったし、やっぱりおすすめとかに出てくるじゃないですか、なら見てたんですけど、あれからいろいろ僕も見た、全部見て、おあの花火大会の前まで全部見て、見て、何が一番なりました、やっぱりモーニングルーティン、ね、違うの、あ違うの、関口さんがちょっとおかまっぽかった、違うの。あ、本質出ちゃった、本質出ちゃった。本質じゃないから。YouTube 影響力いやいや、お返しです。い
いや、関口さんが変わったんだ、最初におすすめ動画言ったの、実はあれ被ってて、あ、そうなの、僕がめっちゃ笑った第1、第2、映画吉と玉ねぎ、玉ねぎいいよ、めちゃめちゃ面白いですよね、玉ねぎいい、もうあれ笑い声を抑えて笑うことができないぐらい笑いました。僕最近みたいなあの扇風機で落とさないようにやるやつあれ面白いですね、あれも伝説でしたねできちゃってたっていう最終的にねでもあれさ、どう考えても怖いこととか江頭さんたくさんされるじゃないですか、例えばあのロケット、あの、うん、ペットボトルロケット、もうそう、あの見てるだけで痛いっす、わかりますわかります、でもあれやっぱ伝説作っていく、まあ、芸人魂というかすごいですよね、伝説の男は違うなって思って、最近見たの江頭グランブルーっていう水中の中の息止め見たんですよ、はい、それでも YouTube じゃなくて映画チャンネルでもないんですけど、非公式なんですけど、はい、いや泣いた、4分ぐらい潜ってるの、はい、映画ちゃん、はい、で多分あれあの浮いてきた時に失神されてるんですよ、でそれはカメラには撮られてないんだけど、いやーね、え、浮いてきたってどういうことですか、ポカーって浮いてきたんですか、自分で浮いてくるんだけど、でも江頭さん的にはもう意識がないと、その時に、いやその指針されて浮いてきたってからこう、こんな感じで浮いてきたのかと、なるほどね、で江頭さんが泣くんだよ最後、うん、いや俺も泣いちゃったよそれを見て、江頭さんのでも花火大会の後日の動画とかも拝見してて、うん、もう本当に涙が、あれずるくない、涙が止まらなかった、ね、あれ BGM からずるいよね泣かせに来てるとね、江戸春美さんもね上げてましたしね、そうですね、やっぱいろんな方がやっぱ影響ねしていただいて、ね、でも当日どうでした、あの突然雨が降ってきたりだとか、あとずっとやっぱり江頭さんとかのあちら側で花火を上げていたスタッフの方々の声とかも聞こえてたじゃないですか、どうでした、僕あれもうほんとこらえられないぐらいうるうる来てたんですけど、来てましたね、いやだエンディング良かったです、演奏できて本当に本当、ね、うん、もちろんね、その江頭さんが花火を上げられたっていうこともそうだし、俺はこの3人でそれを見られたっていうのもすごい嬉しくて、まあね、あの件から何年経ちました、あの件って言われてる、あの件って9年ぐらい経ってる、そんな経ちました、あれ2011年でしょ、そうか、ああ震災の年でしたもんね、またこうして2020年にこう3人並んで花火を見てる、なんだろう、それが俺はもうねかなりグッときちゃった、リーダー、そうですよ、いや当時ね、そう YouTube ご覧の方にちょっと、お話しすると、あの映画チャンネルの時にちゃんと喋れなかったですね、なかったですね、この部分はね、ね、はい、ですね、まあ2010年9年ぐらいです、まあそうですね、9、10年ぐらいから、ね、9年10年ぐらいから実はバンドを組んでまして、ZENというバンドを組んでました、ね、関口さんリーダーで、ね、僕たちと、まあ、僕たちとあとあとキーボード、ベース、ドラム、6人エンジニアっていう、あ、そうだね、7人そうですね、っていうことやってて、あのニコニコさんで、そうですね、あの時もね、生公式生配信で何万人ね見てくださっ てましたね、あの時もね本当に、でその ZENというアルバムもありますので、うん、もしよろしければ、ね、今もう手に入るのかな、入らないんじゃないかな、本当ですか、分かんないです、 Amazon とかに出てるんですかね、あ、 iTunes であった気がする、 iTunes であります、うん、懐かしいですね、渾身のあのレコーディングも忘れられないですね、まあもういい思い出ですよね、強烈でしたね、強烈なレコーディングでもでもいい音源が僕未だに聞きますもん、ね、やっぱり、ね、うん、やっぱりね、あの制作の方々もスタッフの方も一流の、ね、方々がやってくださいましたからね、やっぱり納得した音源っていつ聞いても聞けるなって、うんうん、うん、思うぐらい、もしよかったらぜひ聞いてみてください、ぜひぜひ、そこからねずっと3人ではなかったですもんね、なんか2011年に解散というか、うん、そう2011年に発売して、2011年伝説のバンドなんですよ伝説の解散そうなんです、何かね、3人に何かあったわけじゃないですけどね、こうやる機会がと、ね、なかったですよね、そうですね、で、全が終わってから関口さんとこうちゃんはイザナギという、すぐじゃないですね、すぐじゃないです、すぐじゃないんですか、1、2年後、いや、もうちょっと先か、大学に行って、そうか、え、大学前からじゃないですか、大学1年で全だったよね、これやってたんで、そっか、そうですね、うん、そうだ、コムソ、うん、そうでしたね、で、大学4年ぐらい、3、4年ぐらい、2年とかだと思いますよ、うん、でも何もやってなかった、あ、そうなんですか、でまたやろうぜ、やりたいねって話をして、うん、卒業するみたいな、はい、はい、卒業ライブ出てほしい、いや、ぜひ、あ、出た、僕もお声掛けていただいて、そうそうだ、翔くんも出てくるんで、はい、でもその前からやってましたね、イザナギはね、うん、そっか、
その後あれじゃないですか、だから栃木ライブ来ていただいた時じゃないですか、サニーでできたのは。この前ね。そうですよね、昨年の11月とか10そうそうです、ね、23日のイサナギのね、はい、それで久しぶりの共演だったんですね。そうですよね、それエガチャンネルさんの前ですよね。前、全然前。やっぱそこでやっぱこの人だということをやっぱおっしゃってましたよ。ぜひうちの両親に見せたいと思った、翔くんの生の演奏を。ああね、うん、ジョンアラを突入ね、栃木で見せたいと思ったの。はい、そうか、それからの、それが、まあ、まさにその再会が、そうですね、振りだったかのような、そうそうそう、エガチャンネルさんの、確かに、思い出というか。そうなんです。それもだってね、そのオープニング上げた時も最初すぐにはバズらなかったんですよ。あ、そうなんだ。まあ、80、90年ぐらいで止まってたら、まあ、ご本人様、公式様と、あの、はい、何でしたっけ、みやびさんがリツイートしてくださって、そこからダーって跳ねていって、はい、でじゃあエンディングもやってみようかってやったら、エンディングも拡散してくださった、ね、うん、直後に Gmail で、 Gmail っていうんですか、Gmail でそのオファーの生出演しませんかみたいな。へー、どうでした最初にそのメール見たとき。吐きそうでした。だからずっと震えてたんだ。ずっと震えてたんだ。もうそっから俺眠れなかったんだって、マジで。本当なんですか。本当本当、全然2時間、3時間ぐらいしか眠れないね、やっぱり。熟睡できないんですか。できないできない。気持ちが高ぶっちゃって。へー、うん、ですぐ翔くんにね、だからスケジュール確認もしつつね。変なメールが来たんですよ、また LINE で。変な LINE で。なんかね、不安な LINE で。別に Gmail って言ったから、ね、LINE とか固有名詞言わなくていいし。大丈夫ですか。いや、なんか、816空いてますか、みたいな。8月16日。8月16日。あ、その時僕、自分の配信ライブも昼間入ってたの。あ、それ確か僕も一緒のとこですよね。グループ LINE。そうそう。で、要件何ですかって言ってましたもんね。入ってます。入ってます。違う。要件何ですかの前に、例えば深夜2時50分ぐらいって暇みたいな。ああ、そうそう。それは何だとは思いますけど。昼間はスケジュール入ってるの分かったから、うんうん、もしかしたら夜かもしれないんだよ。じゃあ16日の夜なのか15日の夜なのかどっちですかみたいな。そう。いやちょっとまだ分かんないんだよねみたいな、そういうやり取りがあって、うん、で、何なんですかみたいな。結局何なのみたいな。それはそうだわ。それは関口さんの言葉が足りなすぎて、いやいや、テンション上がってたのかな。なんと、じゃあお伝えしますみたいな感じで見た時にびっくりした。満を持していったわけですね。マジかー。嬉しかったですね。素晴らしい。それ LINE で。LINE で。それで LINE の方。LINE の方でね。うん、で、当日もね、翔くん昼間にだから配信ライブが終わった後に来てくれたんですよ。エガチャンネル。そうですよね。ちょっと遅れて。いや、はい、もう忙しい中ね。ありがたい。たまたまその日がちょうど。ぜひ行きます。素晴らしいスタッフの方と来ていただいて。うん、ね、本当にね。手伝っていただいてね、いろいろね。急に雨降ってきたらね、いろいろやってくれて。ね、うん、本当にもう。ビタビタになってましたけどね、マーシャルダのちっちゃいやつね。全然大丈夫だ。すごい強い子。強いですね。大丈夫でしたか。それは素晴らしいですね。ギタースタンドもびっちょびちょになってましたよ。ギタースタンドなんてもう大丈夫です。全然吹けば大丈夫。全然。シールドとか大丈夫でした。シールドはちょっとなんかこうまだら模様になってたけど大丈夫。大丈夫。模様つけてもらったからね。そう。でもあの時の衣装、誰一人諦めてなかったですよね。スタッフの人も演者も。てかあのさあ、エガちゃんの言葉が俺かなり刺さったんだけど、あのね、大熊さんが花火打ち上げられますかって聞いたのよ、うんうん、さん打ち上げるっていう強い言葉を言ったの、江頭さん、うんうん、あの江頭さんが、はい、絶対に打ち上げるって。もう俺泣いちゃって、やっぱりずっと泣いてんじゃん。ずっと泣いてる。泣いてるかどっちかじゃないですか。江頭さんがそんな強い言葉で絶対に打ち上げるって言ってたから。おっしゃってましたね。ちょっと9年経って涙もろくなりました。いや俺、前の時もこれレコーディングの時泣いてた。泣いてたレコーディングで泣いてた。ブレてないですね。あ、確かに泣いてましたね。感動しちゃったんだよ。でもあれどう見ても普通だったらあの雨粒の、いや、すごかったですね。だってもうなんか氷かと思うぐらいの大きさの雨粒がブワーって降ってきて、三味線も大変でしたね。まあ楽器もそうですけど花火もねえ、しけっちゃうんじゃないかと思って、一瞬でと思って。見事でしたね、花火は。いや、よかったですね。本当に初めてでした、今年花火初めての。あんな大規模の打ち上げ花火初めてでしたね。初花火、はい、うん、自分も初でした。本当にたくさんいい思い出よね。本当ですよ。一生忘れないよね、絶対。なんか2020年ってすごい
なんかこうネガティブなことがいっぱい起こって、うんうんうん、ネガティブな気持ちだったけど一番忘れられない年になったから。なったなった、ある意味そうですね。エガちゃんネルさんのおかげもあって、うん、逆にねそれがなかったらこの出会いもなかったかもしれないですからね。ね、かもしれないね。かもしれないですから。本当に、いやいやいや、本当になんか全て仕組まれてるかのごとく、本当ね、本当ですね、ありがたいご応援にいただいてですね。とんでもないです。神々ですけど。ありがたいご縁にいただいて、泣くし噛むし震えるし。もう僕を震えたいな、もうビブラートしなくて、ビブラートよくよくいくんじゃないかな、まあ、せっかく3人ね集まったからどうですか。マジねえ、セクさんもなんかギターあーやります、何か本当ですか。 やっぱせっかくだからね、ちょっとじゃあいいんですか。いいんですか、やった方がいい。でもこの話をしてさ、やっぱねあれね、でせっかくだから今日ね今回特別バージョンというかアコースティックバージョン、まあね見ての通りなんですけど、アコースティックギターを、アコースティックギターをこの3人で、じゃあせっかくなんで三味線がメインの、じゃあエンディングの方、マジでマジですか、やってみましょうか。やっちゃう、準備じゃあ ローもらっていいですか。あ、これです。あ、オッケーオッケー、 C シャープ、はい、三味線できそうですね。すぐできてる。じゃあ曲振りの、じゃあ皆さん本日バージョンで、アコースティックバージョンでエガチャンネルさんのエンディングテーマを弾いてみたいと思います。お楽しみください。ワン、ツー、スリー、フォー。ありがとうございました。ありがとうございました。イエーイ、アコースティックバージョン覚えてるもんですね。いや、いけたいけた、いけましたね。緊張した。2人はね、いいよね、同じことやってるからさ。まあ、さっきまでね、アコギでね、俺だけアコギでね、全然違うことやってるから。いつもエレキだとなんかタッピングにしてますもんね。そう全然違うんだ、うん、なんか噂によると今日のために譜面も書き直してくださったんです。そうありがとうございます、本当に2人のためならね。いやありがとうございます。もっとわがまま言おう。甘えちゃえ。甘えました。いや、でもまだまだ話していたいところなんですけど、はいはい、そろそろお時間が来てしまったんですが、ちょっとね、ちょっと僕嫉妬してんのよ。お、僕らさ、あの日一刻も早く着物を脱ぎたくて、そうですよね、着替えに行っちゃったじゃん、濡れちゃったから、うん、楽器のこともありましたし ね、ちゃっかりね、関口さん江頭さんにサインもらってんのよ。お会いしました。江頭さん帰ってこられた時にいましたね。なんだよ、さっきアコギありがとう返してほしい。呼んでよ、呼んでよ。なんだ、いいじゃん。それまで結構電話で ね、そろそろ早く来てよコーキーみたいな電話来てたのに。え、どこにもらったんですか、サイン。はい、ね、秘密。秘密かよ。うぜぇ。これリーダー、リーダー。ああ、違う。ギターの後ろにもらった。ギターにもらった。え、これ、メインギターの裏に。もちろん。で、関根さんってこのギターですよ、昔から。そうですよ。もちろん。え、ちょっとお店行ったことありませんか。ええー。
うぜぇ次世代巨乳見ていいですか。はい、いいですよ。はい、うわ本邦初公開、うわぁ本邦初公開ですね。すげぇ、え、これガチガチのやつだ。ガチガチのすごい。絵ガチラですよ、絵ガチラで、これさ、あのここでやっぱり消えちゃうのが怖くて俺、はい、こう引いてて、はい、この上からクリアテープを貼ってね、あの車とか完全に保護して、完全に保護して消えないようにだよ、うわすごい、ここだけこう切り抜いて、うわテープをね、すごいそれを家で一人で黙々とやってるそうそうそう、もう帰ってすぐやったから俺、すごい、消えちゃう、すごい。これご両親にももちろん見せました。どうでした。いやもう感動ですよ、やっぱりね。若干震えてらっしゃるのは多分すごいむしゃぶりされてたので、ね、江頭さん、花火大会の後で興奮して、もう伝説のサインです。だからいや伝説のギターになりましたね。そうだね、伝説のギター、僕の次あいつがここに本当だよねいやでもなんか優しいお言葉もいただいたみたいな。本当ですよ、ね、なんて言われたんですか。また出てくださいって言われました。優しい、ぜひ、ね、機会があればね。そうですね、敬語なんですよ、こんな僕に。江頭さんは本当に感謝、もっと好きになりました。あ、いやじゃあもうどうしよう、終わりたくないね終わりたくない。いやでも皆さん、じゃあ第2弾があることを期待して、そしてエンディングは今あの僕のチャンネルで演奏させていただいたんですが、はい、尺八がメインのオープニングテーマの方はなんとこの後イザナギチャンネルの方で公開される。このアコースティックバージョンね。お、まありがとうございます。違うことをやらなきゃいけない頑張ってぜひそちらもお楽しみに。はい、本当に。それでは今回もいろんな方からあの3人でなんかやってくれっていうお声も、うん、イザナギチャンネルさんの方にも届いて、そうですね、で、なんとそれを僕のチャンネルでお招きさせてもらったなんて、本当にこの2人の優しさ、とんでもない、ね、こちらこそありがとうございます。伝わると思うんですけど、本当ありがとうございました。はい、またぜひご一緒させていただける日をぜひお願いします。しし、皆さんも最後まで本当にありがとうございました。ありがとうございました。あ、バイトの時間だ。イガちゃんありがとう。バイバーイ。チャンネル登録よろしくお願いします。